はい、もう結果はむちゃくちゃ悔しくてうん、いやもっともっとっても反省点しか出てこないんですけど、終わってみて本当にこうみんなと広大を応援してもらえるチームが作れたのが一番嬉しくて、もうそこが、そういうインカレにはできたなって、そういうチームは作れたなって思って、そこはもう胸張っていいんじゃないかなと、はい、思ってます。いやでももうあんなスマートなもんじゃなくて、リアルはこんなに泥臭いっていうかまあいっぱいいっぱいなところもあり、でこう本当にできないところっていうか物理的に回らないところもあるんだっていう、でそれはある程度ベンチだったり、出てない人と協力もしないといけないし、いっぱい工夫もしないといけないし、それが現実なんだなっていうのはやってみて1年間通して、はい、ありました。やっぱでももう家族みたいなところがあるので、土屋とオグリはもう久しぶりに会った感じもなくで会った瞬間喋らなくて、顔見たら大体考えてることは分かるんですよね。で多分お互いが分かってて、なんでまああんまりこうバスケの話よりはもうお互いなんか茶化し合ってって感じだったんですけど、もう本当にやっぱり何よりもモチベーションになりましたね、はい、彼らのこう、まあ、バスケット上手なのももちろんなんですけど、まあ、なんか一人のこう同級生とか親友がこう魂燃やして頑張ってるっていうところが誇らしいなとも思いましたし、あ俺も負けてらんないなってちょっと火がついたところやっぱりありました。そうですね。指導者、バスケットボールの指導者としてやらせてもらうんですけど、そのバスケットボールスキルだとかいうところ、戦術面ももちろん勉強させていただきたいと思ってますし、まあ、何よりなんていうんですかね、バスケットボール通して大事なものっていうのがあると思うので。そこを一緒にこう選手と追い求めていけるような一人のこう指導者になれるといいなと思いますし、やっぱり接する選手の可能性を広げれる指導者が素晴らしい方だって僕は勝手に思っているので、でも可能性を広げるっていろんなこう要素があって、いろんなことがないとその選手の可能性って広げれないと思うので、そこをとことん追い求めていきたいなって思ってます。